今日4月8日は仏教を開いた釈迦の誕生を祝う花祭りの日です。台東区の浅草寺では幼稚園児が釈迦像に甘茶をかけてお祝いしました。4月8日は今からおよそ2500年前仏教を開いた釈迦がインドの花園で誕生したとされ、仏性会花祭りとして祝われています。今日は浅草寺幼稚園の園児およそ300人が白い像を引いて雷門から仲見世を練り歩きました。